ようこそいらっしゃいまし。今後ともごひいきに。建物が傷んでまして、補修したいのはやん。なんと俺よ。あれ、うまくいったみたいです。領内の拠点に散々、私は西側。今が好機、一気に攻め落とす。うわっ、お前らいつの間に。これじゃ逃げようがねえぞ。聞いていて。これで民が山賊に襲われることもない。攻撃がうまくいって、あれ、うまくいったみたいです。その感じ忘れないで。農地の開墾が特に今年は。農地を耕さ、え、
け。獣ももう襲ってこないようです。おかげで助かりました。これで上将様にいただいた作物を作れます。諸葛祭とかなんとか楽しみだな。忘れないで。よし、ここまでの成果を開墾により農地が広がった。これで兵糧の確保は問題なさそうだ。民を苦しめていた山賊を討滅した。国内が安全になれば外に目を向けられるな。拠点の補修は順調のようだな。必要な木材も十分に確保できている。内政に注力した結果が出ているか。国内に北伐前の活気が戻ってきたようだ。この者の尽力により無事に蜀の国力は回復しました。完全に元通りとはいきませんでしたが、時が経てば以前の治世に戻るでしょう。それはよかった。きっと民たちも喜んでいるだろう。そなた一人が全ての任を果たしてしまったと聞いた。そなたはすごいのだな。ありがとう。さて教尉、もう北伐を始めるのか。今少し義の動向を見極めたいと思っています。石膏の話によれば、宗妃の後を継いだ宗英の体調が思わしくないとのこと。このまま宗英が倒れれば義は混乱するはずです。その時を待つべきかと。そうか。では北伐再開の義についてはそなたに任せる。はっ。引き続き義の動向を注視いたします。義の宗英が死んだとの知らせが入りました。幼い宗法が後を継ぎ、曹操と芝居がその後見になったとのこと。幼子に国を背負わせるのか。なかなか冷酷なことをするな。
龍禅様、同情している場合ではありません。曹操は大軍を要して我が国へ侵攻する気配を見せているようです。国の指導者が変わった直後に攻めるだなんて、私たちのことを甘く見ているのでしょうか。いや、そうではないようだ。曹操自身の功績作りのために戦を起こそうとしているらしい。そのような理由で芝居が許すとは思えませんが。ああ、芝居なら必ず止めるはずだが、それができないということは芝居の影響力が低下しているのかもしれない。芝居がいなければ北伐は上昇の頃よりたやすくなりましょう。たやすく？脅威、随分と自信があるのだな。諸葛亮が命を懸けても果たせなかったことだ。勢いだけではどうにかできないと思うが。これは失礼しました。おっしゃる通りです。そうか、脅威も分かっているならよかった。今は攻めてくる魏に勝てるよう頑張ってほしい。はっ、必ずや魏の侵攻を食い止めてみせます。魏軍は数に物を言わせ正面に戦力を集中させているらしい。どうやら私の予感は当たっていたようだ。予感？どういうことですか？三冠の戦では戦力の集中は悪手です。敵に包囲されれば逃げ場を失いますからね。脅威殿は魏の布陣を見て芝居がいないことを確信したのでしょう。そうそう、あまり器は大きくないのかもしれない。芝居はおらず、曹操は凡夫だが大軍には違いない。油断をすれば一気に押しつぶされるだろう。ここは奇襲を作戦の柱とし敵に揺さぶりをかける。報告によれば敵兵糧庫の守備が手薄とのこと。そこを抑えればおのずと勝ちが見えてこよう。上昇、そして先人たちの思いは諸君の皆に受け継がれている。我らの志、今こそ義に示すのだ。曹操を倒し諸君を守り抜く。一致団結すれば必ず勝てる。金の砦の補修は終わっているようだな。出陣前に直しておいてよかった。西から援軍が続々と。これも賊を倒しておいたおかげね。民から作物が届きました。獣を退治したお礼だそうです。